アイスホッケープレーヤー、青年実業家とマルチな顔を持つファイターがマルチな攻撃パターンで攻撃する。これまで強豪相手に一歩も引かない戦いをしてきたノードストランド、ビッグチャンスを生かしてファイナルへと進めるか。この男の武器は必殺のロシアンスピンキック。スピード、タイミング、威力、どれをとっても超一級品だ。そしてもう一つの武器は精神力。22歳にしてアマチュア戦歴167戦というキャリアがたくましさを作り上げ、見事世界最終予選優勝につながった。無限の可能性を持つカラエフが開幕戦で大暴れする。2人の新星が登場しました。ラスベガスの世界最終予選を制したルスラン・カラエフ、そしてコースト欠場で出場権を手にしたステファン・ノードストランド、スター候補生対決となりました。さあ今ゴンが鳴っています。このルスラン選手は、うわー、飛び飛び飛んできて右、いきなり来ました、ルスラン・カラエフです。はい、このね、右、まあ、左右ありますけどね、谷川さん、はい、このパンチがすごいんですよね。そしてこのバックスピンです。バックスピンいきなり入りましたよ。ラスベガスを制した、ね、バックスピンキック、これもあります。ロシアの速射砲と言われています。さあいきなり来ましたルスラン・カラエフです。ノードスランドは今年ね、ルミー・ボイナスキーとムサシと、はい、そうなんです、グランプリの1位2位選手と、ね、本当に金さんの安定してます。バックスピン効いてますよ。早いですよ ね。ノードスランドはボンヤスキー・ムサシという、いい勝負ですね。ここもワンツー綺麗に決めてきます。2人のファイナリストと対戦しているリカルド・ノードストランド、ただルスランスピードありますね。ありますね、まあ、スピードはね、谷川さん、ノードストランドもかなりあるんですけど ね、このヘビー級でこのスピードです。ノードスランドのローキックが、非常にいいですね。前足の、はい、サウスポーなんで、左のミドル、そして右を返して左です。今度はカラエフです。ちょっと痛めたでしょうか、左自分が蹴った時ですね。今試合が止められていますが、金的ですか、はい、これは一旦中断ということになります。8月のラスベガス大会を制しました。圧倒的なスピードでラスベガスを制したカラエフ、さあ本来の力を出すことができるでしょうか。体の強さはやっぱりノードストランドの方がありますよね、はい、左のミドルです。ノードストランド2回の近敵攻撃がありましたが、カラエフが復活しています。第1ラウンドスピード対決はカラエフが、状態がどうか、これから第2ラウンドです。第2ラウンドに入ります。スピード対決、ルスラン・カラエフとリカルド・ノードストランドです。もう本当に新世代の対決ですよね、はい、右の飛んでの右ストレート、そしてバックスピンキックもあります。赤いグローブのルスラン・カラエフです。左を倒しましたのはノードストランド。やっぱり本当にヘビー級、今 K-1 ワールドグランプリシリーズですね、はい、大型化してきてるんですよね、もう当時はもう始まった頃はもう90キロぐらいだったんですけど、はい、今150、160って出る中でですね、体が大きくなってくる中でこういうルスラーみたいなですね、はい、90キロ台でスピードのある選手っていうのは新鮮ですよね。そうですね、長谷川京子さんはどういうふうにご覧になりますか、第一弾も。そうですね、両選手ともやはりスピードがあって、ただやはりそのルスラン、カラエフ選手の方が、はい、攻撃が何点か鋭い歯のような、すごくありますよね、はい、そういう感じを受けました。右が来ました、ルスラン・カラエフ。佐野さん、はい、そのルスランなんですけどね、戻ってきた時には少し顔を歪めるところもあったんですが、でね、だいぶ回復はしているようです、そしてセコンドはですね、はい、とにかくカッカして一発当てに行くんではなくて、得意の連打で行こうと、この連打ですね、この連打です。カラエフには連打がある、左も入っています、顎を捉えました。
ノードスランドちょっとクリンチ良くないですね、もっと離れて打ち合わないとダメですね、はい、左右そしてハイキックです。早いですね、早いですね、ますよ、わーそしてバックロー、バックローが入っています。いや一茂さん鮮やかに出ましたね、この速さになかなかノードストランドがついていけません。思わずクリンチをしてしまう場面が出ています。ステップを刻んで今度はバックスピン、左を返します。ワンツーカラエフの速さが勝っている。ロシアから参戦ルスラン・カラエフ、左飛んできたところ右のハイです。左のストレート、左のストレート、あんなことノードスランドの左、右のミドル。さあ1年前から日本で鍛えているルスラン・カラエフ、このノードスランド、ね、ノードスランドのロックも聞いてないんですけどね、このローですね、このローがあるんですが、ノードスランドなかなかこのカラエフの速さについていけません、まあ、カラエフ最後打ってほしいですね。さあ KO できるかカラエフ、残り10秒を切ります。ワンツー、あ今膝いいですよ、左の膝が入りました。さあ少しアッパーも見せた、右のストレート、最後はカラエフが連続攻撃、得意の速射砲を見せました。第3ラウンド終了、これから判定に入ります。しかしその精神力、小さい頃からロシアの山奥で鍛えたそのナチュラルな力、精神力で第3ラウンドまで戦い抜きました。このバックハンドは強烈でした。その後すぐ出ますからね、そうなんですね、ハイキックも、これ出てまたすぐ左のハイが出ます。ジャッジ・ミシオカ scores the bout 30-29、 ジャッジ・カワカミ scores the bout 30-27、 and ジャッジ・オナリ scores the bout 30-27 for the winner by unanimous decision、 Ruslan。勝ったのはルスラン・カラエフ、ヘビー級のスピード対決を判定で制しました。まだまだこのルスラン選手に関しては潜在能力がありますからね、はい、また一つ一つのイベントの中で、はい、どん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 強くなっていくタイプだと思うので、まあ、東京ドーム初出場ロシア、はい、どんな強くなっていくのか楽しみですね。ポテンシャルの高さは見せつけました。その持って生まれたナチュラルな力を、さあこれから11月の東京ドームでさらに見せつけるはずです。ロシアルスラン・カラエフ判定で東京ドーム